の後ろ、タクト・キンコフ、マイケル・ロジャースもいますね。さあ、しますダビオ・ロベスは結局捕まってないですね。はい、次ゴールラインを通過すると、また日本中になってきます。しかもそろそろ1点ですよ。前を取りたいという1点の重要になってきます。壁ってなってきましたので、まあ、民主団の方では、牽引プラス、まさに今、パッソさんがおっしゃったのは位置取りですね。さあ、そして、はい、ブリジットワーカーも前に行きましたね。もうこれね、ラスト1周で前に上がろうと思っても上がれませんので、やはりこのラスト4周、3周、この辺りで徐々にね、足を使わないように前に上がる動きが必要になってきますね。まもなく16周目を終えて、17周目に入って、残り4周、先頭はありません。チームでね、イメージ。そして、ブリジットワーカー出てきました。今前に上げているのはさあ前2人ジェリーベリー、はい、さあこのぐらいでしょう。7秒差で清水宮田とトバルガの差が引っ張ります。7秒差まで来ましたね。明らかに今までの時より違いますね。風が違いますね。はい、これはトマ選手ですね。さあ中国北海道総合優勝ですね。九州ボールに入りました。オリベーラが3人込み、いったオリベーラ現在レースは17周、あと4周でしょうという人に決まればオリベーラかもしれませんね。さあ止まる場と清水宮高選手の引きで、これはもう平井選手のための準備と、コントロールということですね。後ろはブリヂストン、アンカーゼが2人で引いてますね。3周半ルーバーとスレッド、誰が入ってますか。宮高、清水宮高選手、ね、オリベーラとバイヤーが回ろうというところですが、だいぶ、ブリヂストン選手の動きで引き回りましたけど、まあ、そこの、まあ、位置取りも兼ねてですね、自分たちもしっかりコントロール加わってますよというので、その位置取りするときにある程度高い位置が取れると思うんですよ。何もしてないチームの意見にこう、まとまって、はい、最後の方でまとまってこう上がってきてもなかなか入れてくれないと思うんですけど、やはりこういう、差を縮めよう、刺激をしっかりやっていくと、プロチームなので、入れてくれると思います。バーミンも前出てきましたね。はい、ただこの上がるタイミングというのは非常に難しいですよね。ちょっと早く上がりすぎると、まあ、結果的にどこかでこう、もう一度狙っていきたいものされるというか、ね、終わりにしますので、アシストを使って、はい、っその上がるタイミング、ね、そしていかに力を使わずに、ね、前をキープするかというところが重要になってきますね。スカイも前には3人ほどいます。先頭対と集団は、はいね、次の週で吸収されますね。さあオリベラ、そしてバイヤー、ここまでずっと逃げていましたが、これで今17周目を追って18周目に入りました。18周目、ここまで頑張って2人来ましたが、もうここで踏み込まれました。そして吸収されます。ということは抜けてもいった集団です。先ほども動きを見せていた中島選手、そして、クリテリムスペシャルチーム浅井選手、リタイアの情報が入ってきました。さあこれで残りは3周です。吸収しましたね、ほぼ宮沢。そうですね、ポジションあたりまだ少し周回なので、利用しましてからですかね、吸収という形で、ファルコ前まもなく追加していくアシスト選手がいれば、やはりこの下りを利用していくことがあるという。さあこれでまたレース展開変わるんですよ。普段のクリクリームですと、ここからが普段とはあるので、ルートフランスで早めに高い位置に、ね、集団の先頭にいないと厳しいと思います。ここは直線を2本、2つの方が5キロ来てますからね。そうですよね。そういう意味で上がるのに関しては、道路幅も非常に広いので、はい、あのアシストさえ自力を使ってしまうと、ね、最後に影響してしまうと思うんですけど、アシストさえしっかり入れば、ガービーシャープ、シープ強、メガパラマクイックステップ、チャンピオンシステム、そしてラップレベルが出てきました。宮沢を前にいますから3番目、ね、まだサクソティンコフ、宮沢がサクソティンコフですが3番目に入っています。オリバータウンシス、オリバータウンがやはりダンテレブスに来てますからね。そうするといい位置に入ってますね。あとベックアデのあたりにいるのか、足の状態はそれほど良くはないというようなコメントを残していただきました。選手は、この布陣を見る限りは宮沢選手がいい位置にいますね。スプリントもがくような形に見えますよね。そのためのオーバーとしては今最弱ですね。宮沢選手は2010年が7位、2011年が9位ということで、このジャパンカップクリテリウムでは比較的上位の試合を残しますね。シングルのリザイクね。さあ、まもなく残り2周ということになりましたね。続いてゴールラインを通過すると残り距離は 3.2 キロ。
さあ動きが出てくるようですが、はい、スピード上がっています。ガーディシャープのスピード変わりました。ガーディシャープのスピード変わって残り2周、ジャック・バウアーと残り2周に入ってきました。どっかにいると思うんですけどもね、はい、さあジャック・バウアー先頭ということで、クリテリウムはリアルタイムに落ちております。さあ残り 3.2 キロ、バウアーラスト折り返してまいります。ジャック・バウアー、はい、今回来日をしております。J スポーツでおなじみの選手ですね、はい、怪我もしっかり回復したみたいな、ツールの集団が大きな選手が見てしまったんですけども、前に行ってくることもありますよね。結構あの集団内で横でその肩を掛け合って役割をするようなところもありますし、今先頭を引いてるのラスムッセンですね。いい位置をキープするために62番のラスムッセン、左の大柄な選手がラスムッセンです。パ、はい、リピーが入ったサックスのモルコフ選手と、キロマジソンと彼の種目で世界チャンピオンになったりとか、まあ、非常に、ね、スピードがある選手ですね。タイムトライアルも強いです。折り返して、まあ、前半分にいないとちょっと厳しいかもしれませんね。もうベップ前から5番目ですね。ベップが前から5番目、そして4番目いい位置ですね。ベップが今ターンをしました。そうですね。そしてベップ選手、さあベップ選手もラスムッセンが入りました。ジョレンティンがベップ選手の後ろ位置にいますね。マリチが先頭で、これベップ選手のアシストのように見えますね。サガンがどうでしょう、これ一気に上がりそうですね。あ、今15人ぐらいは CCC ポルサットというポーランドのチームに今所属してるんですが、はい、今回は競輪スペシャルチームのジャージを着てますね、はい、ヘルメットがオレンジ色のジャージ、あ、オレンジ色のヘルメットですね、はい、さあいいですね。ベップがまかない位置です。残り1周から残り1周になります。マリチがここでありますので、選手が気になることはそうなんです、選手じゃないですかね。そうですね。さあ、バリガンラップに入りました。最後の1周です。トレンティもいい位置にいますね。あとジェリーベリーはいかがですか。レナちゃん、ウィンズ、フレッジが3人いますね。はい、まあ、ベップ選手ね、去年かなり後ろからスプリントをかけて、ベビーで宮沢、この辺面白い、いい位置からスプリントをかけて、サガンが今投げてきましたね。あ、来ましたね。キャノンデルの一番、どうですか、ブレシェルですね。ブレシェル、ブレシェルですね。ブレシェル行った先頭です、あとやる気なのがマイケル・ロジャース前に立ってますし、これ完全に宮沢選手、あ、でも宮沢選手後ろ見てますね。後ろを振り返ってるのはブリーチですか。今振り返ってますね。宮沢のはこう、いないですね、いないですね。ブレッティを前に引き上げます。逆にね、この宮沢選手はね、自分自身の位置が勝負になってほしいです。そうですね、もうここまで来たらラストを折り返しています。さあ、このターン、そのターンはやはり10番手以内で通過したい、込むようなね、重要なのが、そしてここですね。アイゼルが見えてきました。ベルノート先頭に来ています。オメガファルガー、まだここ早いんですよ。まだね、500ありますからね。ここがね、しかも向かい風。ベップは前から5番目、あ、ベップ選手いいですね。ベップ選手、はい、ベップ選手いい位置ですよ。5番目、さあ、これが先頭ベルノート、はい、サガンが前から8番目ぐらい。おー、サガンの姿見えます。森選手の位置いますね。森も来ましたか。さあ、サガン踏んでくるか、はい、前にまたサガンもいる。さあ、サガン踏んだ。森も行った。トレンティーが、さあ、トレンティーはどうする。サガンはまだ来ない。サガンはまだ来ない。最後はワンコンコンだな。メーターハーフだ。ガーブ・シャーフ、メーターハーフが来ましたね。いやー、今最後のスプリントはすごかった。メーターハーフ、ベップの姿も今ここにありますが、届きませんでした。ハース、いや、ハースです、ハースですね。ハースです、ハース、またハース来ました。ハースはね、明日を狙う選手だと思ったんですが、昨年はこの人はね、最後悔しい思いをしましたけども、ハースが取りましたね。いや、ハースだけあのエアロヘルメットをつけてるんですよ。ハースですね。いや、このジャパンカップはいいですね、この人は相性。いや、モーリーもね、いいタイミングで、まあ、ね、トレンティンって同じタイミングで行ったんですけど、ハースの伸びが違いましたね。2番手に入ったのがアイゼル、少しやはりちょっと自力で、ね。